皆さん、こんにちは。ゆっくりゆっくりシリーズです。一日に一つだけ確実に覚えよう。ショートカットキー単位。今回は Excel 特集をしていきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。e エクセル特集1回目ご紹介ショートカットキーは Excel 使用時のコントロールキーを 押しながら1のキーをポンです注意点としましては、点キーではなくて、キーボードの上の方の位置を入力するということが注意点です。どのようなショートカットキーでしょうはい、えー、Excel 使用時のコントロールキーを押しながら、1のキーをポンというショートカットキーは、 セルの書式設定ダイアログボックスを瞬時に表示するショートカットキーです。実際には今このような Excel があるとしますで。ここでコントロールキーを押しながら数字の1のキーをポンと叩きますと、このようなセルの書式設定がダイアログボックスが瞬時に出てきます。キーボードでは コントロールキーを押しながらキーボードの1のキー、この上の方ですね。この1のキー、ここをポッと入力します。コントロールキーは左下にもありますし、右下にもありますが、どちらをご利用いただいても大丈夫です。はいえー、では実際にもう一回やってみたいと思います。Excel 使用時のコントロールキーを押しながら テンキーではなく、キーボードの方の上の方の、キーボードの上の方の数字の1のキーをポンと叩きます。コントロールキーを押しながら、ポン、数字の1のキーをポン。そうしますと、このようにセルの書式設定というダイアログボックスが出てきます。ちなみに、セルの書式設定には、表示形式、配置タブ、フォントタブ、罫線タブ、 塗りつぶしタブ、保護タブとタブがありますで。それぞれのタブを変えますと、この下の表示も、ここですね、この下の表示も変わっていきます。そして、いろいろな書式設定ができます。変えますと、こう、この下の方も変わっていきます。ほんと、ここなんか。こういう風に、継線。変えることができます。 一つ例にとってみたいと思いますが、ちょっとではこれキャンセルして範囲選択しますね。この A 子さんと B 子さん、これちょっと違っていますね。これ A 子さんはすべて左寄りになってます。で、B 子さんはここが中央揃いになっています。変えて、変えてみたいと思います。A 子さんもこの範囲全部ですね、ここ。 で、コントロールキーを押しながら、1のキーをポン。で、これは今、配置タブ。これは、配置を変えたいので、配置タブをクリックして、今、左爪になってますので、ここを、下向き三角をクリックして、中央揃えこれにします。OK を押しますと、このように真ん中に来ることができます。あと、日付も、 B 子さんの場合は、11月1日としますと、11月1日、かっこ水曜日というふうになりますけど、A 子さんの場合は何も設定していないので、11月1日とやりますと、このように表示されます。このような時も、コントロールキーを押しながら、1のキーをポン。そうしますと、簡単にセルの書式設定、 ダイアログボックスが出てきますので、今度は表示形式を変えたいので、表示形式。カテゴリーがいろいろありますけれども、日付を選びますが、日付の中には、B 子さんのような形のものがないんですね。日付プラス曜日というものが、この中にないので、ない場合は、ユーザー定義というものを使います。で、ユーザー定義をクリックして、ここの 部分に消して、この mm、スラッシュ、この日付の文で、day で、d で、スラッシュ、曜日は aaa と決まっていますので、アルファベットの aaa と入れます。これはもう決まっているものなんですね。で、シフトキーを押しながら、Q のキーをポン。で、これがユーザー定義ですね。ここでクリックをしまして、えー、OK。 そうしますと表示形式が B 子さんと同じように変えることができました。このようにダイアログボックスそれぞれのタブを変えると下の表示も変わります。いろいろな書式設定ができます。このセルの書式設定ダイアログボックスを瞬時に出すことができるのがコントロールキーを押しながら一応ポンのショートカットキーです。 確実に覚えるために繰り返しレッスン、パソコンを実際に起動して実践してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録励みになりますので、いいねボタンぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。